さて混沌の娘のところにたどり着いたから装備はもちろんローマ女の指輪、これを装備すると混沌の娘と話すことができる。そしてもちろん双眼鏡なんとね、ローマ女の指輪を装備しておくと話ができる上に、この混沌の娘はなんと目が見えない目が見えないのをいいことに見放題見放題、左から正面から右からにしても、この双眼鏡のアップ率のへちょさが、しかもここからさらに見るとかでき、ああセーフセーフ、大丈夫だったR とか大丈夫かな、大丈夫だった、姉さんだから大丈夫だよ姉さん大丈夫だよちょっと面白かったハプニング、あ姉さん、そう姉さんだ、泣かない泣かないで、あ面白い、今の音で比較と間違えたいや違う、 R をしたらあのあれあるかなと思って、あのより近くに行ける、あズームなもんなかった、制約がそう、もう一度めっちゃビグリでした、びっくりした2周目でよかったかもしれん、エンジン怒ってない、怒ってない、ちょっと焼いただけ、ちょっと焼いただけ、エンジン確認オッケーオッケー、多分なエンジン仲いいはずなんだよそうか、この前そうそうそう、頭にちょっと見えてなかったな、俺見えてないな、下見戸とか大丈夫や、あぶねあぶね、てか大丈夫だよな、一発ぐらいなら、一発なら、うん、で、人間性をただひたすら捧げるだけの簡単なお仕事と、30回連打、無理や、うわカット、簡単じゃない、カット、カット早送り8倍速ぐらい、それもめんどくせえ、カットの方がマシだな、1回10秒だとしても30回しようとしたら300秒6分投げ見る方もしんどいわカット、間違えて R 値をした前に気をつけんと、今俺の指がビクビクいって、特に何も喋らんからさ、うん、飼育は動かしてもらった方がいいんじゃん、そうそれもありやな、カットしないけど自分で15秒、この左目がゼロになるまで勝手に早送りしてくれっていう、何も喋らないので、そうそう、いやいや視聴者様は飼育バーの存在知らん人多いから、あとテレビでやってる人とか結構飛ばすのめんどくさい可能性、うん、まあ、こう喋っててもフルカットの可能性結構高いけど、まだ10いってねえんだぜ、うわこれ一括でもええと思うけどな、まあ、な何個捧げますかとかの方が、でこの次あれだよな、カースももう一回捧げ直さないとダメだけやりますね、カースも人間性30、めんどくせえ、まだ人間性のだけマシやな、マシやな、集める黒か、竜の鱗がだるい、だるいな、70個80個80個、気が狂うだろ、いや80個集めてエロマジンさん何言ってるんですか、いや俺魔術師やったから意外と楽やった、俺30個も諦めたのに、近接はしんどいな、あれ、うん、買っていくのは周回回す方が楽やわ、うん、結構強いんだよな、あの竜強い、しかも周回ごとにクソ強になっていくから、うん、半端ない、一周で何個もらえる、普通にやってたら確定は、さっきので1個だろ、でドラゴンゾンビが2匹でカイガとヘルカイトとでヘルカイトで1匰あとあの灰の湖で2個やんな、7個ぐらいぐらいかな、10周で70個うわまだやっと半分あったとこ、かかるな、俺4周目で集めきったかな、俺まだ1個もドロップしてくれんからさ、410で、え、マジで、うん嘘やろ、俺あのドラゴンゼロやで、ドロップ俺結構出たけどな、まあ、そんなに走ってないっていうのもあるけど、まあ最終的には運か、せやな、後ろの雲がにちょ動いてる、2、30匹ぐらいしか倒してないからさ、いや、でも出んのは結構あれ、トリジンマラソンも大変やったけど、俺けど逆にあの大事のうつろでさ、うん、エロマジン現場落としたことないって言うとやん、ない、俺そっちの方がありえんと思う1個ぐらいは出るで、3回ぐらい全滅させたけど、うん、1個も出んかった、3周目俺10匹倒して2個出た、1周目はマジで、で2周目も10匹倒して1、2個は出たから、
結局運だろ。タイムリアルタイムアタックやってて嘘一回も出ずに何十回リセットする人もいるんだよ。確率だけで4分の1のはずないけどな、うん、3個ぐらいで、あのあそこで人間性が3ぐらいで 26% ぐらいだったかな。パーセントはなあかんで、ガチャとかだって本当パーセント1あるのかよっていうクソガキ、クソガキ。あと4個、これ全部見た人いるのかな。いや飛ばすやろさすがに。意外に喋ってたけどな、喋らないって言うの。でこっち開くけど、あのただれるもののあのあれ見たいから、あ結局行くんだけど、ただれに行こうか。そらなる生存ルートはなし。いやただれる倒したらそらる死亡確定。どうなの、無課でやったっけ、太陽中だけ。そうそう、だから太陽中無視ルート、どのルート、どの段階であれなんかよ、そう分からんな。この時点で太陽中倒したら OK なんやけど、で先太陽中倒そうか。よーし、呪術師の絆、あ呪術もコンプ、コンプしたのっぽいな、呪術コンプか。でクラーナからこうできたの、先かっ、あじゃあ受け取んじゃん。でもクラーナがイザリス終わった後に話しかけたら、やっぱ一緒目で終わってたのかな。お話は取ったはずやで、取っとったで。でこれが開く、いやそうじゃない、そうじゃない。で先黄金中倒そうか、上がり火触っとくな。あ結局あれ倒さんとあかんな、ただれ。だってただれは先やな、この司祭の横やろ、うん、じゃあただれ行こうか。面白いの見せてやるぜ。こんなもんいらん、こんなもんいらん。そのまま足が速くなるから装備しておこう。調子こいとったらやられる。今 K か中だ。よし、上半身は出していくスタイルで。中やろこれ、中やで。まだあれほら、あれ K やな、あれ。そうか、装備がローマ女やからか。なんかいいのない、アルビナ。呼ばれるじゃん。炎で。ちょっと対人戦して遊ぼうぜ。復活しないと、さっき人間戦なくしちゃう。アルビナは復活戦でも呼ばれる。ああ、守る方か。タイミングクローリング、遅い。よし、完璧なタイミング。遅えよ。走るぜ。なんだかんだで総門はスタミナ回復が早くなるから優秀やろ。持ってるといいな。プラ15をしとこうかな。しても、これがプラ正直十分っちゃ十分やけどな、総門15で、うん、15増えるとしたら66か、2増えるとしたら81だけど、それはないな。66ぐらいか。だって俺デモンズ、うん、暗月の盾っていうのが魔法と物理 100% カットなんやけど、受け違い、受け違いは51なんや。おけどそれでクリアしたからさ、それは魔法 100% っていうのがでかいよな。うん、おっ、ただれてる、ただれてる。今日も元気にただれてるかい。ただれてるって言いにくいな、よく切りすぎるがゆえにぐらい言いにくい。ベトベト、いっす、いっす、うん。双眼鏡、アイテム取るとずっと動き出すから取らずに行きたいな。トラント出さんかったんじゃん。あれ、じゃあ取ろうか。トラント上がんな。よし、行くか。ドゥン、ちょっと待っときゃいいんだな。もう出た、出た、今出たな。ここで手を出させた上で、あえて逃げる。俺は戦わんぞ。面白いもの見せてくれよ。見せてやろうじゃん。逃げ切ったな。この視点、何を押す、やべ、落ちかね、落ちかね、落ちかね。待っての視点は落ちかねえ。よし、誰かこの辺だったよな。来た来た、
裏に出た。まあいいか。おら。おら。おら。よし。ほら落ちた。ドゥーン。楽勝じゃん。楽勝なんだよ。落ちちゃった。しがみついとった。しがみついとったんやけど、それ俺がちょっとビチビチにににに、にってやる。こしょばして。カシャ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 。でもこれが正規なんやろ。これが正規っぽい。そうなん。こういうイベントわざわざ作ってんだから。だから普通にアイテム取って動き出して手出してここまで逃げ返ってきたら、うわキリあるじゃねえか、どうしようって思ってたらビターン、ちょっとちょんちょんちょんってついたらうわーみたいな。にしても無駄に食らったな。ちょっと手前すぎたなあれ。最後の食らって意味なかった。で裏道綺麗な絵撮ろうとしたらちょっとそうそう近すぎた。近すぎた。上級士抜いとっていいか。でハベルにして、いやこの司祭の横かな、中だな。じゃあ鎧も着とこう。でソラール生存ルート行くと最後呼べるんだろ。ソラール、そうそう、あのグインとの戦いの時に呼べるな。お前の求めてた太陽の王だよって感じなんだけど、でも一緒に戦える。あーヤギデーモン、ヤギデーモン。こいつら全員イザリスから逃げ出してきた。イザリスの実験魔物がなんかだろう。ここにいるやつら。そうやったっけな、うん、イザリスの。その辺あんま詳しくないな、うん、イザリスがこの辺の実験失敗してこいつらが溢れ出してこっちの世界に、一緒に逃げてきたクラーグと妹はなんであそこ行ったのかよくわかんねえ。なんとなくあそこに居ついた。マグ化したいな。マグ化成功どころか浸かることすらできないからな。浸かる前に死ぬ。あ、手前の崖降りたとこやろ。あそこで大体死ぬ。全然余裕やん。こうした。弾くし。あ、落とした、落ちる。落としてみようか。あ、横にかわした。今日だ。当たんねえ。スタミナ管理。切るんだ。やべ。驚きのような。大概な操作やったけど。大概や。それでいてあの弱さだよ。まあ犬のデーモンのおつきびとやから。で今から怖いあれだよな。ゲロプシャー。ゲロプシャー。装備ぶっ壊れで。炎の谷取ってたっけ？取ってないな。あと炎のトロフィーまだなんだね。よし安全に行こう。竜狩りトーンで装備してないの。装備してない。はいらねえいらねえって外したの。でも炎あんま効かんで。あ、そうやそうやったな、うん、そんなに全然効かなかったね。気する一瞬やった時やったよな、うん。これなら壊れんだろ。なくてもないやん。よし。炎の種火取ったっけな。赤原盤がまだだったはずだから、とりあえず取って帰ってくるか。総門で突っ走ろう。上半身は脱いでいくスタイル。で、ミノにトーンやろ。ミノトーン。ミノ撃てんじゃん。トーン。当たった。当たろう思わんかった。危ない。それ以上いけない。あ、落ちた。こいつら無視安定。無視ドアンド。
OK かな。OK。 いやい、さてじゃあ今からその例の横のルート、そらあるイベント進めとん、どういうイベント、とりあえず一番最初話して、何回か呼んだぜ。なんかあれもようわからんねんな、なんかおらん時あるよ、たまに話しかけろっても。あの論で、下がり火で話して、あの論で読んで一緒に倒したぜ。うん、じゃあ大丈夫。じゃあ大丈夫かな。ここ右に行くの。倒してから。倒す前。あの、霧の手前に、脇道があるから、これ。けど行ってみよう。またワールさん、太陽神社やからさ。そのね。もうちょい待って。ここ右。手前入ったら。ここか。ついに私の求めていた太陽に出会えた的なさ。酔った酔った。これをそこまっすぐ行ったら開くの、こっちからでも。本来なら奥からしか開かんけど。そこ降りたらええで、適当に。よっ。うん、すごいな。一周目奥から開けたやん。ここが開くようになる。けど、その、タイジもう殺してもいいの？こいつじゃない。赤い頭のやつを殺す。あれ？おったっけ？この奥、この奥か。部屋の混沌の制約の住んでやってたら、うん、先に来れるから。で、司祭とムカデ無視できるんだよね。こいつ？そいつやな、そいつやな。で倒せたから OK。 太陽中、これでソラルがあいつに取り憑かれることはないから。ソラルが取り憑かれる方のイベント見てへんけどな。そういや見てないな。一周目話しかけてねえんやろ。あ、いるじゃん。一発か、いっとる。クソだ、もうええわ、いらんいらん、グタグタ。あ、じゃあもうあとイザリス倒すだけか。そうや、あれセーブどこでしたっけ、俺あそこの1個手前が、あ、こっち走った方が早い。別無視しても問題はないな。ないない、1回でいけるかな。ジークマイヤさんのイベントしねえと。うん、だからこの先やろ。この先だな。こいつは無視安定で右からやったっけ。だけどいや、うん、まあ危ないけど大丈夫、大丈夫だ、問題ない。今一番いい装備、今一番いい装備。いや、タレがちょっと、よし、これだ。で、あの奥か、落ちなきゃダメなんだよな。そういう真っ直ぐ落ちたらいいんだっけ。あの光灯もあれやん、あそこ、うん、うん、横から行ったら安全に落ちる。これ戻ってくる道だよな。うん。で、ジークさんがいる？もっと奥かな。この下ちゃうかな。ここじゃなかったっけ？あ、いた。おった。さあ、今度は。首折らんように。縦振りの裾。じゃあ、月の方がそういう意味では安全なんだけどな。弓が、もっと上だった。ファリス。ここじゃなかった。まず話しかけ。る前に3匹倒すんだよな。まあ、1回目の話やったら大丈夫やったと思うね。うん、寝とるからな。オッケー。相変わらず矢がねえな。あ、あるんか。あるある。動きない。お、楽勝だな。前クソ長かったからな。だから毒入れて放置しとったよ。切るんだ。ここの3匹全員倒してんだっけ。1匹残しとった。4匹呼びやろ、たぶん。やっぱ遠いと威力落ちんだな。梱包所特にな。こっち残しとかよな、遠いし。じゃあその手前2匹倒して。で一応奥にも1匹おるんや。うん、カウント当たれんねんけど。一瞬でもそれ聞いたけどな。そいつの処理どうする？急いで処理したら大丈夫。うん、
なるべくヘイトがジークさんに行かんように即飛び降りて不走装備しよう。容赦なし。あと鉄輪、鉄輪も装備してボコボコにしてやろう。間違えて殴るやろ。それはさっきしたで、まあ一番問題は首の骨折らんように。そう、首骨折らんように6ポイントポキジークマイヤーアウト。さーて、これ見するとちょっと辛いものがあるな。おお、このここからやと踏んでまうで。もっと前におったんや、ジークの。聞く聞く、行くぞ。もういいやな、もう一回押した同時。縦になってないけど大丈夫。やばい、よし、危ない。おう、よし、おし、大丈夫だろ。説得しろ。大丈夫だぞ。話話、頼む頼む。いなかったのか。よかった、疲れた。そう、大丈夫だった。よかった。無念、グーグワーで、ここで赤結晶だけもろっとい。まあ、やっぱ一周目は3やな。3やな、あれは。とりあえず塊はもらっとこうか、せっかくだし。現場、現場、現場裏。なんかちょっとこのマップも分かりにくいんだよな。二等からな、ここは指定が。ここ左や。あれ、ちゃうと。ここ戻る道や。いや、あったら、あったらいらねえ。とここか。赤現場残っぽんな。いらねえ。この武器と混沌武器両方やね。混沌はもう終わらしてる。別で。じゃ一個あるや。で、13があったら塊もいらないよな。もう帰れば OK。よし。こっちじゃない。こっちか。一発でいけるかな。強くなった。これでリンデに会って、採取場でもう一回リンデと会って。リンデに会うのが先？うん。うん。てか、お父さん探してるんですけど、知りませんか、うん、そうそう。それは別に、いいえって押しても大丈夫。知らんの。で、採取場でもう一回同じようなこと聞かれて、知ってるって言ったら探しに行こう。こいつに殺されたら泣けるな。大盾、大盾、大嵐。あれ、裏から取ればあるからな、うん、構え取る。これ大嵐や、うん、裏から来たわ、裏から来たわ。まずね、よかったな。あ、連続ヒットするかな。やられた、やられた。こうなる。あ、強いや、強いな。 RTA で走った時にこれで、マジかよって。あ、マジか。お、終わった。高速マスターです、これか。え、そうか、殴らないからか、リアルタイムアタックの人は。何やろ、せやろ。俺だって魔法使いたくなる時ぐらいあるさ。不走の方が楽っつったら楽か。でも投げ払い取っとったら。武器なんから弓矢だけ装備しとき。ファリス。ファリス。さて。カエンツモルート行きたいけど、わかんないけどな、場所。ウィン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 。かわすかわすかわす、よし、完璧完璧、よし。かわすかわすに聞こえてる。ウィンウィン。リサリサの足持って。ウィン、カーズやね。カーズ、カーズ。俺の前転を見せてやる。壊れねえ。それローリングでもいい。え、ローリングでも潰された。無理か。帰り道は自力ではちょっと頑張らなきゃなんだよな。あの、この内枠のとこを逆ガードしながら行く。じゃあ運んでくる。もうちょい奥やな。その辺で
感じだけど、ちょっとあれやな、もうちょい、もうちょいかな、来た。大立てやからちゃうかったな。全然、全然でも、もうここは落ちるんで、ちょっと行こう。焼かれた、置き攻めされたな。あれ、一回で行く予定やったのに。惜しかったね、でも。てか、大立てやからさ、金ぐらいしか弾かれへんっていう、うん、コン、コンって。よし、かす。ぬんぬんぬん。なんか、お前、あれやな、雨降った日に雨かわせるみたいな。そうそうそう、小学生やね。あれはいらん。前から弓が12本ぐらいしかなくて、当てるのが大変やった。雨かわすが何を目指したの。電気の紐でボクシング。もうちょい手前、もうちょい手前、もうちょい手前かな。もっと、なんていうの、右柱の横らへん。まず、あ、これでもくれやん。無理やったな。いや、わかんねえんだよ、どこに当たったらいいか。飛び道具がいる子、残虐的な。あ、どうぞ。最近のザンギはバニシみたいに突っ込んでくるんやぞ。初期かな、公式の、あのね、ザンギが一番初期の設定苦手なものっていうところに波動拳、いや、飛び道具って書いてある。あ、この辺やろ。知らんわけ、壊ったことない。もうちょい上、もうちょい上。あ、壊れた。もうちょい上、あ、なんか変ににょろってると、もうちょい上、ね、そうね。あ、これか。さあ、テラストか。で、炎の嵐来るから頑張ってかわした。かわせる。正面、正面。よし、ちょうど行ったぐらいで嵐来そうやな。行くか、この辺やったな。ちょっと飛び出と岩があるから、そこガード楽勝。そこよし、あとは来る前に突っ込め。来た。オッケー。オッケーじゃなかった。耐えれるな。打ってたら2杯飲め。呪術で、発汗かな。あれ覚えとったら結構食らうんで。ほら。ふん。4。よし。魂をよくする。王の僧。こいつは、グインと一緒に火を見つけたから王のソウルが丸々持ってんだよな。で、こうは王のソウルのかけら。あとシースもかけらか。あとシースと、もう一匹はなんだっけ、ニッツ。ニッツ。ルート的にはシースでジーク、リンで。そうやな。やな。うん、ってことはアノロンか。うん。